これもしかしてもらってねえパターンあるな。なんとか出すことができたなって。このまま上の町のアクティベートも済ませようって。これラストアタックボーナスもらえてねえ多分これ。むずこれ、むずいなあ。あー、まあ一応倒したのは倒したが、でもこれ戻れんよな、すぐあれやから。まあそれも運命かな、しょうがないな。ここが77層の町か、割と大きめの町だ。おお、キリト。おお、エギリアン。この層のアクティベート済ませてきたぜ。おお、サンキュー。やってくれたよな。お疲れ、エギル。やっぱりアクティベート自体は問題なく行えるのか。それじゃあ一旦アークスフェアに戻るか。ボス戦後でぐったりだしな。アスナもギルドの報告とかあるだろ。ホームでゆっくりしよう。うん、わかった。うん。よーし、攻略完了、76層。さあ、戻ってきたかな、これで。キリトくん。うん。お疲れ。よかったー。こうして戻ってこれでって。そうだな。さあ、宿屋に戻って次の攻略ためにゆっくり休もう。じゃあ休めたかな、これで。なんかこれイベントありそうやな。新着メッセージが届きました。ちょっと見ましょうか。アスナ、絶対にクリアしようね。アインクラットが続いたのはびっくりしたけど、力合わせて絶対クリアしようね。それでは76層のボスクリアした後なんですが、デュエルクラブ、これ実はラストアタックボーナスだったらしい。なんか下の方に表示されてたのがあれそうやったのかなっていう感じで。やっぱちょっと強くなるな。若干やけど防御も上がって、攻撃力も上がって。なので装備しておきましょうか。うん。まあ、その他は多分ないやろうから。リング1個しかつけれねえか。あー、まあいっか。ヘッツ、なんもないわ。というわけでちょっと下っていこうかな。うん。あ、多分何か。お話があるよね、うん、私、キリトさんのお手伝いします。突然っすか。って言ったのはいいけど言ったのはいいけど、今の私のレベルじゃ、はい、迷宮湖なんてとてもいけないよね。こんなことなら何か生産系のスキルも取っとけばよかったな俺が育ててやろうか。戦闘しなくても経験値稼げたのにキュルってピナーの成長のイベント。私ただの役立たずだよ。そんなことないよ。癒しをくれている毎日。毎日じゃないけど。ああ、シリがここにいたのかって。キリトさん。はい、キリトさんいますよ、ここに。暇大丈夫かな。暇ならちょっとだけ俺に付き合ってほしいんだけど。うん、もちろん暇です。ほう、暇なんや。ほんまに暇なんやってね。うん、じゃあちょっとついてきてくれって。よいしょ、ちょっと待ってね。はいはい、はい、じゃあついてきておくれ。もしかしてこれってデートのお誘い？デートのお誘い？うん、それはどうかな。でもそういえばキリトさんにはアスナさんが、うん、そらいるよ。でも、うん、でもキリトさんから誘ってきたんだからいいよね。そういう問題なんかなって思いながら、もうシリカどうしたってまだ悩んでるが、でも、おーい、シリカーってね。へい、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 へいって。着いたぞ、ここだ？お、なんや？ここって。ショップでできるのはアイテムの購入だけじゃない。カウンターの NPC から生産品の発注を受けることができるんだ。武具とか薬品だとスキルが必要になるけど、簡単な加工食品だったらシリカにもできるだろうって。はい。うん、できるけど。そうだね。こんなのはどうだい、うん、ピクルスとかチーズとか発酵食品が多いですね。うん、あ、これなんていいかも。リンゴのシロップ漬け、甘くて美味しそう。あ、リンゴのシロップ漬け、糖質に糖質をかぶせるっていうやつか。はっはっは、つまみ食いもいいけど、全部食べちゃったら経験値にならないからなって。もうからかわないでください。私そんなに食いしん坊じゃないです。でも女性はデザートとか甘いものには目がないからな。だけどこれなら料理系スキルがなくても料理を作ることができるよね。そしたらキリトさんに。ん？どうした？なんでもないです。
じゃあ他のところも見に行ってみようか。ああ、他の商品でも、あ、商店でもあるってことなのかな。水車ですね。この階層にもあったんだ。っていうことは、リズがいる？じゃないか。そう、特別なスキルがなくても水車を借りれば脱穀や製粉なんかもできる。この階層だと穀物が下よりも質がいいから入る経験値も経験でも悪くないと。こねればパンを作ったりもできるかも。あ、うん、そう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 、そういう発想ね。いいと思う。こんな風にこの町はスキルなしでもできる生産系のクエストが結構あるだろう。そうですね。うん、これなら私にもできそうです。キリトさん、私のことをちゃんと考えてくれてたんだ。優しいな。嬉しい。うん、優しい。頑張ってクエストいっぱいこなしてキリトさんのお手伝いができるようにならなくちゃ。そうして頑張ってくれたまえ。また前みたいに一緒にクエストをやったりして。うん、シリカ、おーい、大丈夫って。はい、なんでもないです。ちょっとぼーっとしちゃってました。うん、階層的に必要なパラメータはかなり高いけど、今のシリカでもいけるクエストは十分ある。難しい分成功すれば経験値も結構もらえるしなって。はい、頑張ります。わざわざ教えてくれてありがとうございました。いやー、なになに、いいってことよ。うん、シリカと一緒に攻略したいからな、いずれはっていう俺の思いみたいな。お、なんか書いてきたな。今日はいっぱいいいことあったね。うん、私にもできそうなクエストも見つかったよ。それに、うん、デートじゃないけどキリトさんと一緒にいろんなところ行けたし、その上二人きりでお茶してまあそれがシリカにとって嬉しいんやな。あれ、うん、ほんまやこれ。もしかしてこれって、うん、結局デートしてたってことなんじゃ。まあそういう解釈にもなる。大丈夫でしょう、うん、きっと。不倫っていうやつじゃ。まあ、デートはデートやけど、ちょっとなんかニュアンス違うよな。こんなことダメだよね。でもやっぱりキリトさんといると楽しいし、そのああ私これからどうしたらいいの。乙女の悩みだな。ということですな。新着メッセージちょっと見るか。シリカじゃない、レオ。誰だよ。まあ、誰？討伐を手伝ってくれないか。あー、討伐対象が予想より強く苦戦しているんだが、よかったらお前の力を借りることはできないか。捕食者の巡礼路にいるみたい。へー。あ、もう一個来てる。収集の手伝いを願います。荒ぶる戦機たちの開拓地。へー。まあ覚えてたら助けてやろう。多分通るったらいけるやろうから。うん、暗いのランク高いなマジで。アスナはランク3やろ、もちろん。うんうんうん、はい。というわけでシノンとかも連れていきたいよなと思ったら、なんかイベントあるわ。あ、キリト君、いいところに来てくれた。ん、何かあったのか。ちょっと聞きたいことがあって。ほう、またか。言いたくないことだったらそれで構わないんだけど、あなたに聞くのが一番いいかと思って。わかった。それで何のことについて答えればいいんだと。私たちってアインクラッドに来たの最近でしょ。うんうん、異世界から来たよな。飛んできた。だから月明騎士団だっけ。それとヒースクリフについて教えてほしいの。あー、ヒースクリフね。うん、そうか、確かにちゃんと説明しなかったなって。あー、まあ英語にするとナイト・オブ・ザ・ブラッド、その頭文字を取ってコブとも呼ばれているプレイヤーギルドのことだと。まあ攻略ギルドって言ったらいいかな、最強の攻略ギルド。うん、純白とシンクの騎士服が有名で、アスナはそのギルドの副団長をやっていると。構成メンバー的には中規模だけど、アスナを含めその全てがハイレベルの剣士なんだと。アイクラッドにはたくさんのギルドがあるけど、コブって言えば誰もが認める最強ギルドだなって。やっぱすごいよな。アスナさんってすごいんだ。うん、まあ一時期俺もそこに入っとったけど、キリトもな。それでヒースクリフは、まあ、ヒースクリフはそこの団長やな。ケツメキシの団長で、この SAO というゲームを作り、そこに俺たちを閉じ込めた張本人、茅場明彦のことだと。ニュースで何回も聞いたよ、うん、その名前。リーファにとっては憎き相手という感じよな。その人、今は
なんか75層で突然姿消したような。かやばは。ただいまです。はい、ゆいちゃんが帰ってきましたね。あ、パパ、お買い物してきましたよ。うん、ありがとう。何軒回ったっけ？もう途中から覚えてないよ。そんな買い物することあったんや。半分以上は頼まれた買い物とは関係ない店だったけどな。ちょっと寄り道するぐらいいいじゃない。いやー、疲れた疲れた。ちょっと、頑張りすぎちゃいましたね。えらい大勢で言っとるの。あれ？うん。ちょっと、雰囲気が重いような。うん。なんか、真面目な話でもしてた。ちょっとしてたかな。キリト君にヒースクリフのことを聞いてたんです。うん、ヒースクリフ。ヒースクリフ。なるほどね。なるほどね。あの、私も聞いてて、いいですか？あ、はい、どうぞ。75層で起きたこと、あんまり詳しく知らないんで。そうか、リズとシリカはまだ攻略組じゃないから、知らんのか。ギルドの名前ぐらいしか知らんのか、ヒースクリフっていう名前ぐらいしか。それ、うん、私もよく知らないのよね。一緒に聞かせて。はい、全然。聞かせますよ。お聞かせと、あ、もういいや。あ、リズもシリカもあの場にはいなかったからなって。よし、そのことについては俺から説明させてくれ。暗い、お前出しゃばってくんじゃない。多大な犠牲を払いつつ、俺たちは75層のボスを倒すことに成功したわけだ。うん、こんな明るい話題じゃないけどな。その後だ、うん、ヒースクリフがイモータルオブジェクト、不死存在だってことに気づいたのは、最強の味方の一人が実は最悪の敵ってシナリオだったわけさ。その目論みを暴かれ、ヒースクリフはこう言い放つ。1対1で戦って勝てたら75層でこのゲームを終わりにしてやると。答えは決まってる。いいだろう、決着をつけよう。勝ってこの世界を終わらせる。戦いは苛烈を極めた。こっちの二刀流に対し、ヒースクリフは新聖剣というすげえエクストラスキルの持ち主だ。左右から攻撃を繰り出せば、非常な正確さで的確に攻撃を叩き落としていく。防戦一方かと思えば、こちらの隙を見て確実な一撃を仕掛けてくる。戦いは続いた。しかし、諦めるなんてことはありえない。奴が見せた一瞬の隙をついて、ソードスキルを叩き込む。ジ・エクリプス。ごっくり。それから？地響き、暗転。そして世界は真っ白に。こうして、ヒースクリフを見事打ち砕いたってわけだ。まったくハードなミッションだったぜ。ちょっとちょっと、それをしたのはキリト君でしょ？確かに。クラインの白熱、なんていう、こういう演出をさせたら、こうアインクラッド1やと思うな、うん、でもびっくりした。キリト君が世間を騒がせたあの大事件の首謀者を倒したなんて。なんかシステムバグ的なみたいなのあったけどな。ですよね。雰囲気あったで。キリトさんはやっぱりすごいです。最後のボスを倒したんですから。でも終わってないじゃない。そうなんだよ、終わってないんだよ。そうなんだ、そのことで俺たちも焦った。でも考えても、答えは出ないと思ったから100層を目指そうということになったんだと。そんなことがあったのね。まあ知らないよ。それにしてもあんた実は強かったんだ。そうなんだよ、強かったよ。ちょっと感心したわ、うん、ありがとう。そうです、パパはとっても強いんです。向かうところ敵なしですから。おお、そうと思うよ。ゆい、そういうのはちょっと恥ずかしい。いいじゃないのキリト君、娘に自慢されるなんてパパ冥利に尽きるんじゃない。ママも素敵ですよ。私、パパもママも大好きです。ありがとう、ゆいちゃん。説明してくれてありがとね、キリト君。時々あんな感じのなんかのろけ話ぶっ込んでくるような、これ。いろいろ分かったわ。間違いなくね。ありがとう、うん、いや、例には及ばないよ。それにちゃんと説明しなきゃいけなかったのに、俺がそんなことに気がつかなかった。他にも分からないことがあればいつも聞いてくれと。よろしく頼むわね。はぁ、そういうイベントでした、と。いうわけで。じゃあ今度こそ行くからな。今度こその76層の攻略行きます。ごめん、76層じゃねえ。77層だ。そういえばリズのスキル上げに付き合う約束してたのか。あー、これイベントがあるから。あ、リズいるかーって。キリト。うん。それ中だったから、なんか珍しい光景だな。リズは金属を打ってるイメージが強いから。それは、キリトが急に訪ねてくるかもしれないから、ちょっと、片付けておこうと。俺のためか。お店のためじゃないんか。ああ、
じゃなくて、お店が散らかっていたらお客さんへの印象も悪いでしょ。まあね、まあね、うん、そういうわけだからキルトにも掃除を手伝ってもらおうかな。ちょっと待てよ、俺もかよ。変なタイミングできちゃったな。手伝えることがあるなら手伝うよ。で何から始めようかと。そうね、とりあえず武器の中であまり質が良くないものを集めてくれる。廃棄処分にしてやろうって言うんですか。全部練習用に居直そうと思うの。練習用ね、分かった。家事スキルを上げるにはいい方法かもな。これは直しに回していいな。こっちの武器は特殊効果もついてるから取っておくとして、とキリト作業進んでる。まあぼちぼちかなと。ああ、もう少しでこの山が終わるよ。山って、うん、あ、こんなにたくさん武器があったんだ。え、知らんかったんかい。人混みじゃねえわ、人ごとみたいに言うけど、これ全部リズが作ったんだ。そうだけど、改めて並べてみると、そうかね。うん、失敗ばっかり、じゃあ失敗を繰り返して成長したリズだな。そんな感じの、それが、その、このなんていう、この量になってるって。うん、これ全部リズがここにいてから作ったんじゃないかって、うん。少しでも早く、家事スキルを元に戻したくて。頑張ってるな。いや、すぐに元通り、いや、前よりももっといいものが作れるようになるよと。そうだといいんだけどね。うん、でも、ありがとう。まあ、いいってことよ。ねえ、なんか、何も出せなくてごめんね。お茶くらい出さなきゃいけないのに、私では気が利かないね。いや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 、お店やからね、言うて、うん。気にしないでくれよ。それにここは鍛冶屋であって喫茶店じゃないんだから。そういえばリズの着てる服って作業服っていうよりもウェトレスっぽいよな。鍛冶屋なのに変よね。いや、まあ好きで着てる分にはいいんやけど。てかここの鍛冶は汚れんしな。うん、そうかな。鍛冶屋なんだからもっとごつい服でもいいかなって思ってたんだけど。ごつい服、リズにごつい服は多分似合わないよと。まあこういう服がいいと思う。アスナと同じこと言うんだね。先客がいたか。え、なんだって？なんでもない。さ、作業を終わらせちゃいましょう。はい、終わらせます。終わらせちゃいますってね。リズベットの家事スキルが上昇した。やっぱり人に手伝ってもらうと違うわね。思ったよりも作業が進んだわと、それは良かったよと。そうだ、攻略の下手が足りなかったらいつでも言いなさいよね。メインのスキルを上げ直さないといけないし、攻略の方も手伝うからさ。うん、メイスが必要な時は倒れつもり。スカル系かな。多分メイス弱点や。じゃあまた来るよ、リズと。オッケー。ゲルト。そ、これも77層関連か。じゃあまあ、77層攻略のところに付け加えとこうかな。うん。で、これか。このピンク色のびっくりマークが、キャラ固有の、うん、やつかな。だから、77層に入ったら、リズベッドの、イベントがあるので、またそれは別の動画で、ということで。今度こそ77層攻略行くぞ。ってね。まあ、適当に人誘って、77層行きますか。